バンフはカナダのアルバータ州に属している町である。バンフ国立公園内に存在しており、カナディアンロッキー山脈観光の中心地である。夏季の登山、陶器のスキーなどで賑わうリゾート地であり、温泉保養地としても人気が高い。サルファー山から北東方向の眺望。左奥のカスケード山のふもとから手前にかけてがバンフ市街。 棒側に近い中央の低山がトンネル山、バンフで観測されたオーロラ。バーミリオン湖から見たランドル山カルガリーからトランスカナダハイウェイで西へ 127km、ブリティッシュコロンビア州との宗教近くのレイクルイーズまで 60km の位置にある。標高 1384m にあり、レイクルイーズに次いでカナダで2番目に標高の高い居住地である。 サスカチュワン川の支流の一つである、カ川を挟み、カナディアンロッキーの山々に囲まれている。周囲には、湖が点在しているが大きなものとして、市街の北東に、ミネワンカ湖がある。なお、バンフは、北緯51度付近と比較的高緯度に位置していることもあり、オーロラが観測されたこともある。バンフの町は、カナディアンパシフィック鉄道によって1880年代に、 観光地として作られた。同社の3人の作業員が1883年に偶然に温泉を見つけたのがきっかけである。1884年、カナディアンパシフィック鉄道社長のジョージスチーブによって彼の生まれ故郷のスコットランドのバンフから命名された。百八十五年に連邦政府が周辺十六平方キロを保国とし、鉄道経営を後押しする狙いもあり、 リゾート地として宣伝した。1887年保区は673平方キロに拡大され、ロッキーマウンテンパークと命名された。これがカナダにおける国立公園の最初である。カナディアンパシフィック鉄道は沿線の開発を進め、バンフ国立公園となったこの地域をリゾート地として宣伝した。その目玉施設として豪華なバンフスプリングスホテルを 建設した。また今日のバンフの盛況を築いた人物として、ノーマン・ラクストンが挙げられる。ラクストンはローカルし、クラグ・キャニオンを発行し、ホテル、劇場、博物館などを建設し、ミスター・バンフと呼ばれた。1972年の冬季オリンピックの開催地として立候補したが、開催の決まった札幌の32票に敗れ、16票で辞典であった。 1976年、国際天文学連合は、火星の北緯17.7度整形30.8度に、位置する直径5キロメートルのクレーターにバンフと命名した。1984年、バンフ国立公園を含む一帯が、カナディアンロッキー山脈自然公園群として、世界遺産に登録された。1991年には、冬季、デフリンピックが開催されている。 1990年に自治体としての町が編成され、これはカナダの国立公園内で初めてのことである。アカン大気候に属するが湿潤大陸性気候との境界にほど近い。1995年まで観測が行われていたカナダ環境省による気象データによると、1月の平均気温は低、摂氏9.3度、7月の平均気温は摂氏14.6度と、 標高1383メートルの高地に位置しているために夏も冷量で1年を通じて低温で推移する。年間降雪量は234センチメートルとなっており、それほど多くはない。過去最高気温は1934年7月28日の摂氏34.4度、過去最低気温は1950年1月25日の低、摂氏51.2度である。 2011年国勢調査によれば人口7584人。同年の自治体統計では居住者8244名。このうち定住者7251名である。日本人が多く居住しており、定住者の6%に達している。町の人口増加が国立公園の自然に悪影響を及ぼす恐れが指摘されることもあるため、連邦政府は 開発を制限し、居住の必要性を示せるものに限って、定住を認めることで対応している。ロームと呼ばれる公営バスが運行されている。バンフスプリングスホテルちなみに、バンフの街の中の通りの名称には、動物の名前が数多く付けられている。バンフ駅カナダ太平洋鉄道による定期旅客列車はすでに廃止されている。現在は、 ロッキーマウンテニア社による観光列車が夏季限定でバンクーバーカムループスレイクルイーズバンフ、カルガリーのルートで運行されている。また、カナダ政府とアルバータ州政府は渋滞の緩和や環境保護等の理由からカルガリー国際空港までの鉄道計画を発表している。カルガリーまで1日6から8往復約1時間30分で結ぶ計画である。最寄りの空港は カルガリー国際空港である。トランスカナダハイウェイ沿いに国立公園が管理する飛行場が設置されているものの、使用は非常時に限られている。バンフセンターザクラグキャニオン観光客向けの情報ラジオが英語とフランス語の2曲あり、その他、カルガリーなどのラジオ局の再送信が行われている。地上波は CTV テレビジョンネットワークと グローバルテレビジョンネットワークのカルガリー局がアナログ再送信を行っている。例えば、リス、オオカミ、カリブーなどなど、他にも多数ある。ありがとうございます。